クレアム・チャップマン、クレアム・チャップマン、クレアム・チャップマン、1941年1月8日から1989年10月4日は、イギリスのコメディアン、俳優、グラハム・チャップマンとも記載される、イギリスの代表的なコメディユニット、モンティ・パイソンのメンバー。1941年1月8日、レスターにて、警官の父親ウォルターと母親のエリスの次男として、 生まれる。ケンブリッジ大学で医学を学びながら、コメディーサークル、ケンブリッジフットライツのメバーとして、スケッチ、コントを書き、舞台にも立っていた。ここで、その後のパートナーとなるジョン・クリーズと出会う。クリーズの最初の印象では、いけすかない野郎であったという。しかしその後二人はコンビを組んで、コメディ番組、ザ・フロストレポートや、アットラスト・ザ・1948章に参加。 そして他の4人のメンバーと共にモンティ・パイソンを結成する。1969年から1974年まで BBC で放映された空飛ぶモンティ・パイソンは絶大なる人気を博した。同グループ制作の映画モンティ・パイソンホーリー・グレールライフ・オブ・ブライアンでは主役を演じた。モンティ・パイソン後のソロ活動ではオッド・ジョブやチーチチョミエロー・パイレーツ タイトルには、チーチチョンとあるが、主演は、チャップマンであるなどを世に、送り出しが、ヒット作には恵まれなかった。しかし、TV 番組への出演や大学での講演会等を、積極的に行い、健在ぶりを見せていた。普段は無口で、シャイな紳士であったが、スケッチの作風は、非常にアナーキー、故障した中古車を死んだオウムに置き換えるようなで、暴力的であった。 また、医者らしく、人生競争曲の、臓器移植のようなスプラッターな作品も多く、残している。また、チャップマンには、ひらめきの才能があった。脚本の執筆はほとんどジョン・クリーズが行っていたが、チャップマンがその場の思いつきで、奇想天外なワンアイデアを付け足すことで、非常に面白いスケッチになることがよくあったと。1970年代には、 アルコール使用障害で仕事に支障が出ることもあった。メンバーは映画、モンティパイソンナウの撮影中、瓶一杯だったはずが半分にまで減っている人を発見し、その深刻さに気づいたという。空飛ぶモンティパイソンの第3シリーズの頃にはセリフを覚えられず、数十テイク取り直すこともしばしばであった。また、モンティパイソンホーリー・グレールの登場シーンを見ると、 登山家のはずのチャップマンが岩肌にしがみつきながら、ふらふらしているのがわかる。これは役作りではなく、本当にまっすぐ立てなかったためである。しかしある時、酒を飲んだ後階段から落ち怪我をしたのをきっかけに、1977年のクリスマスに禁酒と禁煙を決め、映画、ライフ・オブ・ブライアンでは立ち直っている。しかし長年にわたる悪癖がその頃には体を、蝕んでいた。 当時の VTR や書籍などの中ではパイプを加えている姿がよく見られる。パイソンズのメンバーは気づいていたようだが、チャップマンは自分がゲイであることは公表していなかった。1972年にゲイニュースというゲイの新聞のサポーターとなり寄付や投票した。現代でこそゲイバイセクシュアルであることを公けにしている著名人も多いが70年代にしてジョージ・メリー。 ジャズミュージシャンがホストを務めた番組でカミングアウトしたことは当としてはセンセーショナルであった。その数日後に友人宅で開かれたパーティーにてを自分のパートナーとして紹介。二人は1966年に出会っており映画の脚本などを共同で執筆していた。また二人は合法的に養子を迎えている。1989年10月4日48歳で 死去。死因は、高頭癌とそれに伴う肺炎。彼の最後を見取ったのは、パイソンズのメンバーだったジョン・クリーズとマイケル・ペイリン、パートナーのデイビッド・シャーロック、弟のジョンとその妻だった。テリー・ジョーンズとピーター・クックは同日見舞いには来ていた。人の死に目を見たことのなかった、クリーズのショックは大きく、他の部屋まで付き添ってもらい休息しなければならない、ほどだったと言われている。 亡くなった日の翌日の10月5日は、くしくも、空飛ぶモンティパイソンが放送されて20年目のことだった。葬儀は2ヶ月後に行われ、ジョン・クリーズが長字を読み上げた。長字は、グレアムを笑って送り出すためか、空飛ぶモンティパイソンの有名作、死んだオウムをもじった一文があったり、中には、FXXK や、その他の汚い言葉も使われていた、チャップマンが、 今はの際に、クリーズにことづけていたという前置きのもと。その後、映画、ライフ・オブ・ブライアンの劇中歌であった、a l w a ェイ Look on the Bright Side of Life が、エリックアイドルの伴奏で歌われた。死後、パイソンズ結成30周年直前のイベントに、パイソンズが出席した際に、司会者のロバート・クラインの、彼に会いたかったというセリフを受け登場、骨つぼ入りの異界で。しかし、 骨壺をギリアムに蹴っ飛ばされ、会場一面に散布された。しかも、その際パイソンズのメン面ンが元チャップマンを集めるために、使ったのは、放棄にゴミ取り、果ては、掃除機という扱いであった。また、その際に、ジョン・クリーズは、指を舐めて、唾をつけると怒りを口にして、マイケル・ペーリンに、クーナ、と言われている。事前に A、A ライアー、S。 オートバイグロフィボリューム4があり、自分がアルコール使用障害から立ち直るまでの道のりなどが得意げに綴られている。2012年にはこの自伝が 3D アニメーションを映画化され、アイドル以外のパイソンメンバーが制作に携わっている。また、生前に録音された自身の肉声も使用されており、実に死後23年を経た新作主演映画となった。 この作品の3人の監督のうちの1人が、テリー・ジョーンズの息子ビル・ジョーンズである。また、アニメーションと、同スタッフにてドキュメンタリー、クレアム・チャップマン、アナタミー・オブ・エーライアーも制作された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。